町底の陽光炉、佐々木敏郎。1。夫妻の興奮は彼女の顔を蒼白にしていた。こんなことは彼女にとって本当に初めてであった。その出張先が自分の家と同じ路地の中だなんて、彼女は近所の無別的な目が恐ろしかった。しかも、それが同じの並みのすぐ先なのだから、 彼女はすぐそのまま自分の家に帰っていく気はしなかった。彼女は日頃から親しくしているおばさんの家へ裏口から入った。おばさんの家は雇われていった家の一軒置いて隣になっていた。おばさんは内職の増加を咲かせていた。おばさん、お隣のお隣は何を商売にしているのお隣のお隣 楽そうだろう泥棒しているんだって。泥棒嫌なおばさん。そんな商売があるの泥棒だなんて。夫妻は微笑んで、たもとで打つ真似をした。そりゃ不景気だもの。なんだって、できることはしなくちゃ。泥棒だってなんだって、食っていけるものはいいよ。でも、少しおかしくない泥棒だなんて。商売なら、 何もおかしいことないじゃない。食っていくためなら、どんなことだってしなくちゃならない人生なんだもの。真面目な顔で、おばさんは増加を咲かせ続けた。紫の花、太鼓色のつぼみ、緑の葉、火の花、クレームペーパーの安っぽい増加であった。それはそうだけれど、そんなことをしていて捕まらないのかしら そこが商売だもの。捕まってばかりいたら商売にならないじゃないの。おじさんなんかも捕まらなければやるがなって言ってるんだけど、おじさんのような呪文なんかにはとてもできやしないんだよ。でも、随分変な商売もあるもんね。そりゃ、私の商売なんかも随分変なものには違いないけど。働いてお金を取ってくる分になんだって同じことさ。 自分の好きなことばかりしていちゃお金にならないんだから。それだ、私なんかも肩身を狭くしていなくたっていいわけね。じゃあ、威張って帰るわ。ふさは赤い王の下駄を持って裏口から表玄関へ座敷の中を横切った。もう帰るの遊んで行けばいいのに。こうしておばさんの家から出て行くと、誰が見たっておばさんのところへ遊びに行っていったのだと思うでしょねえ。 彼女は格子戸に捕まりながらほがらかに微笑んで出て行った。二。夫妻は三日過ぎるとまた同じ家に雇われて行った。その家は四十前後の独身の男の所帯であった。洗濯物が二三枚あった。家の中は三日前に掃除して行ったままで別段に汚れてはいなかった。しかし彼女は 一通り形式だけの掃除をした。休んでおいで。掃除なんかどうでもいいんだから。彼は腹ばいながら言った。まあ、そこへお座り。読みかけの雑誌を伏せて彼は命令的に言った。でも、ちょっと吐くだけでも。別に汚れてないんだからいいんだよ。まあ、お座り、そこへ。では、これを置いてきますから。 夫妻は放棄を片付けてから水黒いをして2階へまた上がっていった。彼女は男から3、4尺ほど離れて座った。そして薄くおしろいを吐いた顔を打ち向けた。ふささん。夫妻さんって名だったね。先ほど問い、あのおばあさんからいくらもらったかね。ご縁でしたわ。ご縁。じゃあ、 わしが渡した半分もお前の手には渡ってやしないんだね。本当に5円だけなんだね。ええ、本当ですわ。あのババアめ、そんなぼり方ってあるもんか。わしは出張してきたばかりで、手元に少し余計にあったもんだから、10円でいいというのをお前に余計やってもらおうと思って15円やっておいたんだ。それを5円切り渡さないなんて。憤慨したようにして彼は言った。 ふささん、どうだこれから、あのおばあさんを中に立てないで、直接にしようか。でも、紹介してもらっていて、そんなことしちゃう。悪いことなんかあるもんか。じゃあ、とにかく、今度来るとき、わしが一緒に来るように言ったからって、あのおばあさんを一緒に連れてくるといい。あさって来るとき。今日ぐらいの時間でいいんですかああ、いいよ。彼は、 畳の上にバタリと腕をはわした。夫妻さんは実にきれいな手をしているね。彼は言いながら夫妻の手を取った。三。夫妻は雇われていった家を裏口から出た。そして裏口からおばさんの家に入った。おばさんはいつものように納災式のクレームペーパーを切っていた。 ねえ、おばさん。泥棒でも、なんかこう、泥棒の勤める会社というようなものがあるのかしら。少しおかしいわね。泥棒の会社そんなバカなものがあるもんかね。だってね、おばさん。あの人はね。そら、お隣のお隣のあの人は、今日もあそこだったのそうよ。ねえ、おばさん。あの人は出張してきたって言ったわ。だから、 会社のようなところでもあるのかと思って。あの人の出張って、どこか遠くへ泥棒に行ったことを言っているんだよ。あら、それを出張って言うのなかなかシャレているのね。でも、おばさん、スリなんかには、なんかそんなところがあるそうじゃないの。スリのことは知らないけど、しかし、泥棒会社だなんて、そんなものはないだろうよ。個人経営なんだよ。たとえあったって、 あの人はそんなところへ勤めて働く人じゃないよ。あの人はとても物事の分かっている人なんだもの。つまりそんなところへ関係すると働きもしない奴に頭をはねられるだろう。それが馬鹿らしいというのさ、あの人に言わせると。ね、ふさちゃんもあんなしわくちゃばあさんに頭をはねられているようか自分で個人経営にしちゃったらどう ?5 割も6割も頭をはねられてバカバカしいじゃないの。 バカバカしくたって、私、そんな交渉はできないんだもの、仕方がないわ。でも、いくら商売だからって、ずいぶん変なものね。雇いたいっていう人があるって、おばあさんが連れて行ってくれるから、どこへ行くのかと思ってついて行ってみたら、自分の家の前を通ってさ、あの家じゃないの。いくらなんでも、自分の家の近所へ行くのだけは嫌だわ。だから、何もかも、自分でやったらよかない 呼ばれて行った時、呼んでくれた相手の人がいい人だったら、すぐ、いつか、また呼んでくださいね。そして、今度は、直接にしてください。私のところは、ここですから、って頼んでおいたら、先方でだって、帰って、その方を喜ぶかもしれないしね。それはいいわね。おばさん、あの人も、そんなことを言ってたわよ。これからは、直接にしようかって。あの人は、とても、物事のわかっている人なんだもの。 あの人は泥棒はしても、ちゃんと理屈に合った泥棒をしているんだよ。つまり、あの人に言わせると、金持ちなんてものは、貧乏人が悪クセして働いたお金をかき集めて金持ちになっているのだから、言ってみれば泥棒のようなもんで、その泥棒の上前を跳ねてきて、最も困っている貧乏な人たちに分けてやるのだったら、たとえ泥棒とはいえ、何も悪いことはないじゃないかっていうのさ。立派なもんじゃないの うちなんかでも困って少しお金を借りてそのままもらってしまったことがあるけど。悪くないわね、それなら。じゃあ、おばさん、私、帰るわ。またカゴ抜けかい店やなんか出たと嫌うらしいけど、うちなんかじゃ構わないから。なんなら、行くときにもうちへ来て、うちの裏から出て行ったらよくないそうね、それがいいわね。今度そうさせてもらうわ。 ふさえはまた赤い王の下駄を手にしてその部屋の中を横切った。4。レンガの塀に沿うて泥ぶの流れがよどんでいた。ネズミ色の水底を白い雲のようなものが静かにくぐっていく。そして水面にはボロキレや木縁などが黒くなってところどころに浮いていた。その間から アセチリンガスがブクブクと泡を吹いた。泡は真夏の激しい光の中でキラキラと光ったりしては消えた。レンガ塀の中の工場から流れ出したアンモニアの周期がその泥どぶの上へいっぱいに広がり漂っていた。泥どぶの複雑な周期の中から特にも激しく。夫妻は二階の窓から いつまでもその泥どぶの流れを見下ろしていた。本当にどうしたんだろうねどこへ行っているんだろうばあさんは言った。ばあさんは退屈になってきたのだ。夫妻は泥どぶを見下ろし続けていた。一緒に来いって言うから、こうしてくると、どこへ行っているんだか、まるで帰ってきやしないじゃないか。一体何時間待たせるつもりなんだろう ばあさんは罵倒を始めた。すると、間もなく彼が帰ってきた。どこへ行っているんですね。一緒に来いって言うから、こうして一緒に来ると、どこへ行っているんだか、いつまで経っても帰ってきやしないんだもの。全く呆れてしまう。ばあさんは続けた。いや、どうもすいません。ちょっと出なければならない用事があったもんだから、一人で来たんじゃ、 誰もいないところで待っているのが大変だろうと思って。なんてことだね。バカバカしい。じゃあ、留守をさせられたわけね。自分の家を空にしておいて、人の家の留守だなんて、バカバカしいにも程があるよ。じゃあ、別に用事はないんだね。ああ、別に。ああ、本当にバカみたいよ。ばあさんは、わめきながら帰っていった。彼は、 ふさのそばへどっかりと座った。5ふさは自分の家に帰って肌を脱いで休んでいた。そこへばあさんがわめきながら飛び込んできた。ばあさんは額に青筋を立てて興奮していた。ふさちゃん、ふさちゃん、帰ったかねあら、おばさん。さあ、おあがりになって。 本当にお世話様でございますよ、近頃は。病気で寝ていた夫妻の母親が玄関脇の三頂から出て応対した。しかし、ばあさんはそれどころでないという様子だった。私んとこでは、まあ大変なことになったんですよ。私がふさちゃんについて行って、ちょっと留守にしたばかりに、全くとんでもないことになったんですよ。本当に本当に。どうしたのおばさん。 ふさえは帯を締めながら玄関の方へ出て行った。まったく、こんなバカなことってあるもんかね自分の家を空にしておいて、人の家の留守をしてさ、それで泥棒に入られるのも知らずにいるなんて。泥棒が入ったんですか泥棒が入ったのおばさん。なんか知らないけど、ちょっと開けておく間に、長火鉢の下へ隠しておいたお金を、ふさちゃんをお世話してもらった分を、 みんな持って行ってしまったんですよ。あら、そうですか。それはそれは。ふさちゃんと一緒に行きさえしなければ、何でもなかったのに、本当に困ってしまう。あの人も、私が出れば、私の家が空になることを知っているくせして、私に自分の家の留守をさせるなんて。本当だわ。あんまりだわ。私は、埋め合わせをしてもらわなくちゃ。行ってみれば、 あの人とふさちゃんのためなんだから、ふさちゃんとあの人とに埋め合わせてもらわなくちゃ。私にもおばさん。だって、ふさちゃんなんか半日も働きに行きゃ、きっと強引にはなるんだもの。それぐらいのことはしてくれたっていいじゃないかね。私が好きでふさちゃんについて行ったわけでもあるまいし、それぐらいのことをしてもらわなくちゃ、全くこっちが立ち行かなくなってしまうんだもの。ばあさんは、 玄関で立ったままわめき続けた。六。ふさが今日はおばさんの家の玄関の方から入ってきた。おばさん、あのおばさんのところで泥棒に入られたんですって。泥棒におばさんもさすがに目を見張るようにした。私、あの人じゃないかと思うんだけど、あの人って、 ああ、あの人か。そうだね。そうかもしれないよ。きっと、あの人だよ。あの人のことだもの。少し余計に取られすぎたと思えば、それぐらいのことはやりかねないから。どうもそうらしいのよ。それが、あのおばあさんを自分の家に呼んでおいて、その留守の間にやったらしいのよ。自分が帰るまでは、おばあさんが自分の家に待っていると思えば、いくらでも寝入りに探せるわね。 全く呆れてしまうわ。でも、そこまで考えてやるなんて、なかなか偉いもんだね。やっぱり、あの人でなければできない芸当だよ。嫌なおばさん、嫌に感心するのね。ふさは、微笑みながら、吐き出すように言って、裏口へと部屋の中を横切り。なな。ふさは、初めて、 彼の商売をはっきりと知ることができた。彼女は新しい驚きを持って彼の顔を見直すようにした。その手にはあのばあさんのところから取り戻してきたという二枚の紙幣がつかまされていた。変に思うかもしれないが、よーく考えてごらん。お前だって好きでこういうことをやっているのじゃあるまい。それをしなければ、母親は病気をしているし、 お前より働く者がいないし、食っていけないから仕方なくやるのだろうそれを横から働かない者が働いた者の倍も横取りするって法はないんだ。それは当然お前のものなんだから安心して取っておき。彼は威言をさえ示していた。そうだろうそのためにお前は一度嫌な思いをすればいいところを二度しなければならないことになる。 そんなバカなことってないんだ。お前はそう思わないかねわしは自分のやっていることを決していいことだとは思っていないが、決して悪いことだとも思ってはいない。働こうったって仕事はありゃしないんだし、食っていけなければ持っているものからもらってくるより仕方がないじゃないか。こっちは働くのが嫌だと言うんじゃないんだから。お前だって平気そうな顔してそんなことしてるけど、決して平気じゃあるまい。別の、 ちゃんとした仕事をしてくっていければ、そうしたいのだってことは、わしはちゃんと見抜いているんだが。その時、誰か慌ただしく玄関へ飛び込んできた。腹がけをして背広を着ている青年であった。すみません。僕をちょっと隠してくれませんか追いかけられているんです。追いかけられているしょうがないじゃないか。そんなヘマなやり方じゃ。まあ、 上がって、押し入れにでも入っているさ。どうし、ありがとう青年は泥靴を脱ぎ捨てて、風呂敷包みを持ったまま、押し入れの中に飛び込んだ。彼は泥靴で、畳の上に大股の足跡を記してから、押し入れの前に火のない火鉢を押してやった。そして、不災に雑巾を持たせて、掃除を活用させ、自分は火鉢の前に座った。 間もなく、白技の背広の男が玄関を覗き込んだ。おいてめえも、人の家の座敷の中を土足で駆け抜ける気なのかい彼は怒鳴りながら立っていった。いや、今の奴は駆け抜けていきましたかふざけやがって、この泥を見てくれ。それで、どっちへ行ったでしょうね そんなこと知るもんか。一体、てめえら、なんてものしてやがるんだい。ふざけやがって。男は一枚の名刺を彼に渡した。ああ、そうですか。それはそれは。男はすぐ出て行ってしまった。彼は微笑みながら火鉢の前に帰った。帰ったよ。出てももう大丈夫だ。どうも、おかげさまで。 こっちだって、本当に食えないからやっているように。青年は押し入れから出てきて、そこへ座った。一体、何をかっぱらったんだね。え、かっぱらいじゃありませんよ。まさか、そんなことまではしませんよ。泥棒したんじゃないというのか。宣伝をしていたんです。我々失業者、どうにもならないもんですから、ビラを撒いていたんですよ。そのうちに、ビラがなくなったんで、 僕は本部へピラを取りに行ってきたんです。来てみると、同志はみんな継続されていて、僕がそこへ帰ってきたもんだから。食えないんなら、そんなことをするより、持っているもののところへ行って、取ってきたらどんなもんだね。泥棒ですか。まあ、泥棒だね。しかし、失業者がみんな全部泥棒になったって、社会の組織は変わらないですからね。 社会の組織が変わらない以上、失業者は後から後からと出てきて、それがみんな泥棒になったら、一体社会はどうなりますかねじゃあ、食えないものでも泥棒しちゃいけないというのかいさあ、まあ、これを読んでおいてください。僕は急いでいますから。働きたいけれども、仕事がないから食っていくためには泥棒だっていいじゃないか、というのでしたら、まあ、これを読んで、 もう少し考えてみてください。青年は風呂敷包みの中から五六枚のビラを掴み出しながら行った。そして、それを彼に渡して、急いで戸外に出て行った。